写真拡大。全2枚。広島の育成を含む新人8選手が20日、広島市内のスポーツ医科学センターで毎年恒例の体力測定を行った。測定後、ドラフト1位、小園海都内野手18、報徳学園高がインフルエンザに感染して離脱しているロッテの同1位、藤原恭太氏外野手18、大阪桐蔭校を心配してメールでやり取りしたことを明かした。二人は中学時代に所属した枚方ボーイズの同僚で、現在も一緒に旅行に行くなど仲が良い。小園が大丈夫かとメールと送ると、しんどいと返信があったという。小園自身はインフルエンザ対策としてマスクを着用したり、手洗い、うがいをやっています。キャンプ前に映らないようにしないといけないと話した。